版画。版画とは、印刷を行う紙以外に、彫刻や細工を施した版を作り、インクの転写、当写等によって、複数枚の絵画を制作する技法、またはそれにより制作された絵画のこと。版画は、その版の仕組みから大きく4つに分類される。突版画、大版画、平版画、後版画である。また、印刷する版面の種類によって、木版画。 が、石板画に分類される。突板は、インクオローラーなどで、板の出っ張った部分だけに付着させて、板に紙をバレン。または、プレス、版画プレス機で押し付けて、紙に写し取るという方法である。突板の製版では、板の出っ張った部分を作る作業を行う。それを簡単にできるように、板の材料として、加工がしやすい材質のものが好まれる。例えば、 木材、ゴム、リノリウムなどが突板の板の材質としてよく使われる。突板画とは、突板という方法で印刷された結果のものを指す場合もあれば、突板の意味で使われることもある。突板の製版は、板の出っ張った部分が原画を左右反転させた鏡像になるようにして製作する。突板画には、木版画、リノリウム板を犯罪とするリノカット、ゴム版画、モ版画、 紙版画などが含まれる。突板の製版に必要な道具は比較的安価に入手でき、また販売されている場所も比較的多い。製版の作業も比較的簡単である。木版画は木の板、版木を版の材料に使う突板画である。原画のうちインクを付着させたくない部分に相当する木の板の領域を彫刻刀で彫って製版する。 輪郭線を掘り残す輪郭線にインクがつく陽国化法と輪郭線を掘る輪郭線はインクがつかないインコ化法があるがこの二つの方法のどちらも使って作品が作られることは多い木材から半木を取るときの向きによって糸目木版と小口木版に分けられ前者は主に日本で後者は西洋で発達した 江戸時代の日本で盛んに広がり、東州祭写楽、葛飾北斎、北川歌丸など、世界的に知られる浮世絵版画も、木版画の一種で、色ごとに版を使う多版多色版画である。浮世絵は、板目木版である。宗方志向は、木版画を、版画と呼んでいた。コラグラフは、紙を、版の材料に使う、突版画である。紙版画とも呼ばれる。 台紙に表したいものの形に切った紙などを貼り重ねて、製版する。台紙は丈夫ない紙や厚めの画用紙が使われる。画用紙を使う場合は、輪郭を手でちぎって丸い台紙にして用いることもある。人間の顔など。版には、画用紙のほか、型段ボール紙や、レースペーパー、凹凸のあるシート類、さらには毛糸、紐、布、落ち葉など、様々な素材が用いられる。 突版画として扱われることが多いが、版のオーブにインクを盛り洋版画としてする手法もある。学校教育では、主に小学校低学年で行われる技法である。大版画とは、版のオーブで図柄を構成する、版画技法である。西洋美術の世界では、最も広く用いられた、版画技法であり、とりわけルネサンス期以降、銅を犯罪とする、銅版画において、 多くの製版技法が開発、蓄積されてきた。平版画や広版画が未発達であった19世紀以前においては、単に版画といえば、多くの場合に銅による大版画を指していた。銅が高価のため、今日では工業用や教材用として、ポリエンカビニル板ども用いられるが、美術作品としては依然として銅材によるものが多い。大版画の印刷手順はまず、 番全体にインクを乗せた後に、これを布などで拭き、オーブにのみインクを残す。あとは、この版と紙を重ねて、圧力をかければ、オーブのインクが転写されて完成である。しかし正版の手順は、それほど単純ではない。番のオーブをどう作るかで、いくつかの技法があり、大きく直接法と間接法に分かれている。番に直接にオーブを刻む場合が直接法。 酸などの浸食作用を利用して反面にーブを作るのが間接法である。単一技法による作品もあれば併用される場合もある。ここでは直接法としてエングレービング、ドライポイント、メゾチントを間接法としてエッチング、アクアチントについて小説する。直接法としてまずエングレービングとドライポイントについて小説する。エングレービングでは ビュランと呼ばれる道具で溝を掘って図柄を作っていく。ビュランとは V 字型の刃を持った彫刻刀、三角刀のような道具で、その削りくずは掘り出され、盤上には残らない。これに対してドライポイントでは、さのきの尖った極めて高度の高いニードルなどで盤に占領する。ドライポイントは基本的に盤に傷をつけるだけなので、削りくずは線の周辺に突き出たまま残る。 この違いは、バンの耐久性の違いとなって現れる。黄繁画とは盤状の紙に強い圧力をかけて、インクを転写する技法である。エングレービングは、オーブ以外の反面は、フラットなので、多量の印刷を経てもバンが劣化しにくい。紙幣の印刷に、エングレービングが用いられるのはそのためである。ドライポイントの場合は、すればするほど、線の周辺の突起部が押さえつけられ、 次第に線が潰れてくる。印刷の少ない版であれば、線の周辺の突起部にわずかにインクが残るため、線に微妙な陰影がつくが、印刷が進むほどに、線はより単調に、より弱々しくなっていく。早い段階での印刷かそうでないかで、作品の印象も価値も違ってくるのは、すべての版画の宿命であるが、ドライポイントは、特にそれが顕著である。 エングレービングとドライポイントの長短はバンの作りやすさという点では逆転する。エングレービングはかなりの熟練と労力を要する。エングレービングの大屋を挙げる場合、しばしはルネサンス期のデューラーまで遡られるが、そもそも美術史上でエングレービングに長じた作家は限られている。ドライポイントはそれに比べれば、デッサンの技量が確かなら、習熟しやすく、製版時間も短い。 それでも、溝の深さのコントロールや、ささくれ、まくれによる線の陰影まで計算した正反が、できるまでには、修練が必要である。エングレービングと、ドライポイントが、線の表現のための技法であるのに対して、メゾチンとは面の表現力を深める技法である。中間の色合いを出せるというのが、その名の由来である。ヨーロッパで、まだ写真技術のない頃、 肖像版画や細密版画で用いれられ人気があったが、写真の発達とともに帰り見られなくなり、忘れられた技法と言われることもある。浜口洋造がこの技法を復興したことで知られる。その製版工程は、これまでの技法と逆である。エングレービングとドライポイントでは、平面の版に溝を刻むことで図柄を作っていくが、メゾチントでは、 まず盤全体に非常に細かな点や線を無数に刻んでざらつかせその後にこの目を削って平面を作っていくインクが残るのは当然削られなかった部分である目立てだけを施した段階で印刷にかけると全面が真っ黒の版画ができるただし真っ黒とはいえそれは細かな点や線の集積なので 均一な黒ではなく微妙な陰影が出る。目立ての粗密を調整すれば、面のニュアンスも変わってくるし、また目を鳴らす段階でも、どの程度元の目を残すかで、すり色の濃淡を調整できる。エングレービングやドライポイント作品に、部分的にこの技法を用いれば、スムーズな階調の影をつけることもできる。極めて労力がかかるので、普及に限界のある技法ではあるが、 日本には、浜口洋蔵や長谷川清など、メゾチントを得意とする作家が多い。関節法としては、エッチングとアクアチントがよく知られている。なお、西欧語では、すべての関節法を総称して、エッチングと呼ぶこともある。エッチングとは銅板を、防食剤で一面にコーティングした後、ニードルで染病し、酸に浸して腐食させる技法である。ニードルで、 防食材を剥がした部分だけが侵食され、それが、版のオーブとなる。最後に、防食材を洗い流して版が完成する。レンブラントはエッチングを好んで制作した、最初期の作家であり、他の同版画技法と併用するなど、意欲的にその表現可能性を拡大した。大版画の中では特殊な技能を最も必要としない、技法なので広く普及している。有名画家が、 手頃な価格の作品を提供するためにエッチングを手掛けることも多い。そうした場合に、腐食の工程にまで画家が関与するかどうかは、画家のこだわり次第で、食費と任せの場合もある。ただし、腐食の時間を長くするとより深い溝になって、はっきりした線になり、短くすると淡い調子になるなど、工夫次第で複雑な描画ができるので腐食の工程は、決して単純作業ではない。 近年では薬液を用いない乾式エッチングも開発が進んでいる。エッチングが線の表現技法であるのに対して、アクアチントは面の表現技法である。エッチングの場合は、半面に塗られた防食層を剥がしてその部分を腐食することで図柄を作るが、アクアチントは防食剤、松ヤニを粉末状にして、銅半面が半分ほど露出する程度に銅半に振りかる。 松ヤニが降りかかった銅板を、裏から熱して銅板に定着させ、腐食液で腐食することによってザラザラな面を作る。濃淡は腐食の時間で調節する。また、松ヤニを振りかける量でもニュアンスが変わってくる。メゾチンとの場合と違って、防食と腐食の二つの工程が余分に介在しているため、半面の仕上がりをコントロールするのは、より難しい。単独で用いられるよりも、 他の線病技法と併用されることの方が多い。水彩画のようなぼかし、滲みをつけるときによく使われたので、その名がある。アクアチントの応用技法とされるものに、シュガーアクアチントがある。これは、水が半偶発的に作る形状を定着させる技法であり、飛沫や水玉など特殊な模様をつけるためにもよく、用いられる。その工程はまず、 銅半面に砂糖水を撒いたり、筆で広げたりして、模様を作ることから始まる。続いて、砂糖水を乾かして定着させ、その上から防食剤を塗り重ねる。これを温水に浸すと、砂糖の上の防食剤は、砂糖が溶けると共に剥がれ落ち、半面が露出する。あとはこれを腐食の工程にかければ砂糖水による模様が半面に刻まれる。場合によっては腐食の前に、 他の関節法が施される。水溶性のものであれば砂糖でなくとも代替できるが、砂糖はその濃度を調整すると適度に粘り気が出て、模様をコントロールしやすいし、何より安価である。平板画とは、石板が、リトグラフと呼ばれているもので、油が水を弾く原理を利用している。1798年頃、アロイス・ゼネフェルダーが偶然に原理を発見し、 以降、ロートレックなどの画家が斬新で芸術性の高いポスターをこの方法で描いた。以前は巨大な石に描いていたが、近年は扱いやすいアルミ板を使うことが多い。専用のアルミ板などに、油分の強いチョーク、クレヨン、油性のペンシル、ダーマトグラフなどで描き、アラビアゴムや薬品を塗って、バンを作る。注意する点はバンにインクを塗る際、バンが常に、 水で濡れていなければならないことである。紙にするたびに、インクと水分が紙に移るので、板にインクを盛る前に必ず水で板を濡らす必要がある。そうしないとすぐに白いままにしておきたい部分に、インクがついてしまい、板がダメになる。後半が、後半が、またはとは、インクが通過する穴と、インクが通過しないところを作ることで製版し、印刷する技法。穴とは、 突き抜けた穴の意味である。後半画にはたくさんの種類の技法が存在するが、特に歴史が長くよく知られているものは、ステンシルとシルクスクリーンである。スクリーンは英語のが語源で、細かい穴がたくさんある布状の網目のシートのことである。昔は絹の布が後半画の版の材料として使われたが、現在では様々な材質のスクリーンが使われる。 糸と糸の間の隙間がある絹の布は英語でシルクスクリーン、シルクスクリーンだがシルクスクリーンを使った後半画は英語でシルクスクリーンプリンティング、シルクスクリーンプリンティングという。しかし現代は絹は後半画に使われないので後半画の技法や日本語で言うところのシルクスクリーンの技法は英語でスクリーンプリンティング、スクリーンプリンティング またはセリグロフィ、セリグラフィという、スクリーンプリント、またはセラグラフとは、スクリーンプリンティング、またはセリグロフィと呼ばれる版画の技法を使って作られた、版画作品を呼ぶ言葉である。もし、印刷の意味に、正版の意味を含まず、紙の上にインクをつける、競技の意味だとすれば、後版画の正版の方法には、たくさんの種類があるが、印刷の方法の種類は少ない。 後半画の典型的な印刷方法は、製版された板のスクリーンと紙を密着させ、スクイージーでインクをスクリーンの穴を通して、紙へ押し出すというものである。後半画の製版の方法の例として、切り抜かれた型紙をスクリーンに貼るカッティング法、スクリーンに観光によって固まる乳材を塗り、光を通す部分と通さない部分を描いた原画を、 スクリーンに合わせて露光して正版する直接法。特殊な描画材で描いた上に乳剤を塗って、描画材の部分のみを剥離させる直感法。露光でスクリーンに定着する観光乳剤を利用する写真正版法などがある。後版画の他の種類の技法として、投射板、コロジオン版画、または毛筆投射板と呼ばれるもの、プリントごっこ、または進行版画と呼ばれるもの、 三描画スクリーン技法、メディウム剥がし釣り版画などがある。詳しくは、シルクスクリーンを参照。版画作家によって制作される商業的な版画作品は、油彩画などと異なり、一回の作成で作られた版から、何点かの作品が一度にすられる。すられる部数は、作品や作家によってまちまちであり、美術品としての価値を鑑定した上で、 作家とプロデュースする関係者によって決められる。版画作家自らが携わった作品はオリジナル版画と呼ばれる。日本の版画が小団体である日本現代版画賞共同組合ではオリジナル版画について以下のように定義している。エスタンプはオリジナルの作者または権利者の了解を得た上でオリジナル作品を原画として第三者の手によって 版画の技法を用いて制作された版画作品である。エスタンプには余白部にそれとわかる刻印などがつく場合もあるが、オリジナルと見分けがつきにくいものも多い。エスタンプも部数が限定されており、オリジナル版画をしのぐ市場価値を持つ作品もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。